颯爽とピッチに姿を現したのは横浜 F ・マリノスの背番号4、畑中慎之介です。神奈川県横浜市出身、トリコロール軍団の守備の要は、昨シーズン中盤、全治半年の大怪我に見舞われ戦線離脱。1年前の痛み、そして悔しさを糧に、チームを引っ張る頼れる男がよりたくましくなって帰ってきました。久々のピッチは楽しかったですね。離脱してる時間は本当にしんどかったです。マリノスでもしっかり特化したトレーナーもいて、ほぼ半年間ずっとやってもらってたんで、怪我する前よりもしっかり強くなって帰るっていう目標はしっかりその時点で達成できて、今年の指導に帰ってこれたので、いろいろと迅速に対応もしていただけましたし、アイシンググッズだったりとかサポートしていただいて、大きな怪我する前も練習前にちょっと筋トレとかしてたんですけど、怪我してからより部分にこだわって、ここを動かすとかここに刺激入れるっていう部位にこだわって筋トレをしたりして予防してます。ある時右足の内転筋肉離れしちゃって、やっぱそこで離脱したらやっぱポジションもまた取られると思うんで、なんとかしなきゃと思って、ミスしてもいいからほとんど左足ばっか使って、そしたらまあある程度使いこなせるようになったんで、では右足も治ってからも左足は使うようになってます。トレーニングに励む畑中選手、何かを手にしていますね。これはザムストの高機能インソール、フットクラフトフットボールスタイルだ。足の剛性を高め、グリップ力をもたらし、軸をぶらさない畑中選手の正確なパス、粘り強い守備を足元から支える、まさに相棒的存在です。さらに何か取り出しました。今度は足首用サポーター、フィルミスタンクルとカーフスリーブの登場だ。足首の内反の動きを抑制して保護、テーピングより簡単に取り付け可能なフィルミスタアンクル、そしてふくらはぎの疲労を軽減する着圧ストッキングカーフスリーブだ。怪我の怖さ、日々のケアの大切さを誰よりも知る男が選んだのは3つのザムスト製品でした。これはまさに頂点を目指すサッカープレーヤーにとっての3種の神器と呼べるでしょう。僕が高校生の時に先輩が使っているのを見て、あ、こういうのあるんだと思って、グリップ力がしっかりあって、やっぱ靴の中で足が滑らないっていうのは僕はすごい大事にしているところなので、力の入れやすさとか切り返しの時にしっかり力が入って踏まれるので、そこはすごい気に入っているところです。ディフェンスってやっぱりリアクションが多いんですけど、とっさのリアクションの時の切り返しだったりとかステップにすごい効果を実感しています。長距離移動多いんですけど、遠征の時とかに足がむくまなくなったので、ホテル着いた時とかに脱いだ時にはむくんでないから軽くて、それはすごいその変化を感じてます。足首サポーターは今まで捻挫はあんましなかったんですけど、ここ数年するようになって、足首のカバーなのですごい頼りにしてます。そのインソールに関しては、まあ、リアクションだけじゃなくてオフェンスアクションの時にいかにディフェンスより早く動き出すかとかだと思うので、まあ、そこはすごいおすすめですし、カーフスリーブとかはオフザピッチなので、キーパーからフォワードまで全選手におすすめしたいです。ウォーミングアップを済ませ、ボールの感触を確かめる畑中選手、数々のピンチを救い、多くのチャンスをクリエイトして、チームに勝利を、そして喜びをもたらしてくれることでしょう。全治半年の怪我をして思ったことは、やっぱり怪我しないに越したことはないと思いますし、まあ、そのためにいかにピッチ以外のところで準備ができるかだと思うので、まずはそこにフォーカスしてもらいたいのと、マッサージだったりとか自分でできるストレッチだったりとかでもいいんで、まあいいやってならずに絶対そこにフォーカスして治療だったりをやってもらいたいなと思います。バルセロナのピケ選手とか、ドルトムントのフンメルス選手とか、パリ・サンジェルマンのセルヒオ・ラモス選手とか、やっぱパス出しのセンスというか、見てるところとかやっぱりディフェンスじゃないなと思うパス出しが多いんで、やっぱそういう選手は参考にしてましたね。最近は、マンチェスターシティのルベン・ディアス選手とか、本当攻撃の起点になるボールばっか出すんで、そこは本当勉強してます。一番の目標は日本国内だけじゃなくて ACL もあってタイトル4つ取れるんで、全部取れるようにまた頑張りたいと思います。